えと、軍事兵器は核兵器より衛星兵器の時代であり、日本も核保有について議論するより、衛星兵器の保有について議論すべきだと思うんだと思いますかえっと、あの、言ってることは正しいんですけど、衛星兵器を作ろうとすると、核が必要になります。要はその、衛星からどういうふうにエネルギーを出して、で、それが兵器として使えるようになるかっていうと、 じゃあその太陽光発電だけで集めるエネルギーだと大したエネルギーにならないのでそうするとミサイル撃った方がいいよね。でもミサイルを撃つ時の爆発力とじゃあその重量要はその火薬を持っていくのは大量の火薬を持っていくのは重いじゃないですか。なので質量あたりのエネルギーでいくと核が一応人間がコントロールできるものの中ではそうあの重量あたりのパフォーマンスがめちゃくちゃでかいんですよ。 でさらにあの宇宙で他の衛星ぶっ壊すとかになったらその核爆弾を送ってぶっ壊しても別に放射線バンバン出てもいいじゃないですか宇宙だからなので衛星兵器を作るのであれば核ミサイルを使った方が効率いいよねってなるので衛星兵器を作るのであればどういうふうに各国ミサイルを作るかっていうのがヘッドになると思いますでただその衛星兵器で相手の国をどう攻撃するかって話になると 日本は核持ってないので衛星兵器でじゃあ例えばその中国とかの衛星をバンバンぶっ壊したとしてそし中国が切れて日本に対して核ミサイルボーンと食っても日本は核ミサイルで反撃できないのでやられましたって言うと終わっちゃうっていうのがあるのでなのであの結局その核の抑止力というためには核ミサイル必要だよねって話になるんじゃないかなと思います。